髪はレモン、性格はソーダ、時々ハニー。そんな三浦海君と付き合って3年目になりました。今日は三浦君の家でおうちデートです。3年目になってから一番最初のデート、ちゃんとしたおうちデート初めて。予定はこう。完璧だ。一緒にスーパー行くのも、ご飯作るのも楽しみだって。なんか本当に同性カップルみたい。ここまで進化できました。しどろもどろで敬語で話していた時期が懐かしい。追いつこうと必死だった1年目、隣に並べたと思う2年目、3年目は石森ゆか、大人になります。今日は前髪流してみようかな。だってほら、大人だし。大人、女性、いい女、検索。飽きたりしないんすか？3年目投げ。そんな続いてんの見たことない。3日で別れたの。喧嘩とかしたことあるっす？ないな。俺が一方的に怒ったことはあるけど、最近それもない。なんで？年数経つほど遠慮なくなってぶつかるもんじゃないの？ちょっと調子乗んないでよね。あれかな、もはや熟年夫婦みたいな感じなんかな。ああ喧嘩する内容もないみたいな。なんかそう思ったらそう見えてきた。今日のメインイベント、スーパー行って飯作るでしょ。しかも俺見ながら。そんな高校生カップルおる？同性カップル超えて熟年夫婦、もはや老後。ちょっと俺を孫に見立てんのやめてください。ミラク、ごめん遅刻した。30分も。前髪に迷走してしまって、30分かかった。バイト休んで今日時間作ってくれたのに、時間無駄にさせた。あ、別に待ってんのも楽しいよ。遠くから鬼瓦みたいな顔で走ってくんの見れたし。買い物の前にちょっと寄り道していい？3年目も私を好きでいてくれますように。急にごめん、ありがとう。お、カイ、ちょうどヘルプ呼んだとこだったからタイミング良かったよ。え？ここは三浦くん行きつけの美容院、中学から通ってる。急にごめん。染めるのかな、切るのかな、私ここにいていいのかな。メニューはヘアセットね。ヘアセットだけを？すごい。あ、カットモデルだから。じゃあお願いします。ええ、なんかかわいそうになって、あの実況。三浦くん、理由を知らせたかった。お荷物お預かりします。たまちゃん、俺も切りたい。後ろ今切る？え、いいの？時間ある？え、カットだけならねじ込める。え、襟足バッサリいく？うん。どうなさいますか？
すごい切れ皮なお姉さん。どんなんでも大丈夫ですよ。どんなんでも。はい。カットでも。え？だって三浦くんの美容院せっかくなら、それに三浦くんと一緒に髪を切ったっていう思い出ができる。ダメですよね。非常識かな、メニュー変更。大丈夫ですよ、担当私でもいいですか。最新のリボン8月特大号はこの夏、大人彼氏のビッグな愛に溺れる表紙&カラー41ページ、かすみん先生のお家に帰ろう。ワクワクとドキドキいっぱいの中学生部活ラブにみんな夢中、担当カラー43ページ、ほのちゃん先生のレオと三日月、朗読劇化決定。今年の夏も替え歌の声が弾ける、カラー41ページ、村真由先生のハニーレモンソーダ。そして今月の付録は365ホリデークリアショルダーバッグ、グレージュカラーが大人かわいい。この夏のぶっちぎりの大流行アイテムがついにリボンに登場。街ありでお出かけにぴったりのサイズだよ。